こちらにあるのは長野県の北部にある木島平村というところの根塚遺跡から見つかった鉄の剣です。鉄の剣は全部で3本見つかっていますが、特に注目していただきたいのはこの一番奥の、鉄剣です。実はここで注目していただきたいのは持ち手のところにある渦巻き模様にあります。そちらをちょっと見ていきたいと思います。これが今持ち手の部分です。実はこの持ち手の部分にぐるぐると渦を巻いたような装飾がついています。実はこういった装飾がつく鉄の剣というのは実は日本でここにしかありません。日本でただ一つだけの鉄剣になります。ではこの鉄剣と似たものが実際にどこにあるのでしょうか。それは朝鮮半島です。実は今から2000年近く前の木島平村に住んでいた人たちは朝鮮半島の人たちと交流をしていたというのがこの鉄剣を見るとわかります。2000年以上前にどうやって交流をしていたのかわかりませんけれども、この道具を見ることで当時の人たちが海を越えた向こうの人たちとつながりを持っていたというのがわかる一品になっております。こちらは長野県宝に指定されている非常に重要なものになります。ぜひ、直接ご覧になってこの渦巻きの部分を見てください。